Hazard Zero. アメリカ中西部の町、ラクーンシティ、絶海の孤島、ロックフォート島、第二のラクーンシティとなったシーナ島。大量の犠牲者を出したこの一連の事件は、いまだに数多くの真実が隠されている。事件の背後にうごめくのは、多国籍企業として知られるアンブレラ。この正体不明の企業の成り立ちはほとんど知られていない。一体いつ誰が創設したのか、そして T ウイルスはどのようにして作られたのか、全ての謎を解き明かすには、発端となった洋館事件以前に戻らなくてはならないだろう。私に任せて。いいのか、映画館って言ってた。あなたもそう。じゃあどうしたらいい。しばらく延期するんだよ。でも研究開発部の連中で何で。全ての始まりはラクーンシティ郊外で相次いだ猟奇殺人事件の捜査だった。我々の想像をはるかに超えた悪夢のような出来事が待っていようとは誰一人知る由もなかった。どうした。エンジントラブル発生。緊急着陸します。現在位置と周囲の状況を確認しろ。隊長、あそこ。隊長。うん。どうした。裁判所による移送指示書。囚人ビリー・コーエン元少尉、年齢26歳、7月22日軍法会議により死刑判決。直ちにレガソン基地へ移送の上刑を執行のこと。つまりこの野郎が MP たちを殺した上まんまと脱走しやがったってわけか。いいかみんな、手分けして周囲の捜索に当たれ。相手は残忍な凶悪犯だ。油断するな。列車。
ラクーン市警スターズのチェンバースです。聞こえたら返事をしてください。誰かいますか？政府はこの度しかしながら2年前に同じような危険が設立された際、地方自治体が開演死んでいたのに。ビリー・コーエン少尉。ほう、驚いたな。俺のことを知っているだなんてな。死刑執行予定の第一級殺人犯、そして元軍人。ああ、なるほど。あんたスターズか。今あんたらとはお近づきになりたくはないんでね。おしゃべりはここまでにさせてもらおう。待ちなさい、あなたを逮捕します。悪いがお嬢さん、飾りは間に合ってる。バカにして。エドワード、大丈夫？何があったの？くそ、なんてこった。最悪だ。気をつけるんだ、レベッカ。森の中はゾンビや化け物でいっぱいだ。ゾンビや化け物？こちらレベッカ、どうぞ。レベッカ、聞こえるか？エンディゴだ。現在位置はどこだ？隊長、レベッカです。聞こえますか？応答してください。聞こえている。いいか、よく聞け。護送車で見つけたビリー公園の資料からさらに詳しいことが分かった。奴は一度に23人もの人間を殺害している。23人もの人を。精神科への通院歴があることも分かった。十分に気をつけろ。聞こえてるか、レベッカ。とにかく油断するな。奴は見境なく襲ってくるぞ。
隊長、エンリコ隊長、聞こえますか？応答願います。ここから先は危険だ。ひとまず協力しないか。あなたと協力ですって？まあ聞けよお嬢さん。なぜかは知らんが、中も外も化け物だらけだ。助け合わなければ命がいくつあっても足りやしない。お困りのようだけど、こっちは助けなんかいらないわ。あいにく一人でも大丈夫。それとお嬢さんって呼ばないで。分かったよ、父兄さん。なんて呼べばいいんだ？レベッカ・チェンバース、あなたにとってはチェンバース巡査ですけどね。それじゃレベッカ、一人でやってみるといい。俺はここで待つさ。あの、すみません、おじいさん。大丈夫か？